オリバー・ベアマンは、フェラーリ・ドライバー・アカデミーの一員として、将来 F1 で、大きな成功を収める可能性が高い才能ある若手ドライバーである。病気のカルロス・サインツの代役として、ジェッダで、輝かしい F1 デビューを果たし、7位でフィニッシュした。彼の次のステップは、サインツが復帰できない場合に、F2 に戻る可能性があるが、彼のパフォーマンスは、レッドブルのヘルムート・マルコのような F1 界の重鎮からも、称賛を受けている。 ヘルムート・マルコは直接的にベアマンの将来に関与する立場にはないものの彼の才能とフェラーリでのデビューを高く評価している過去にはマックス・フェルスタッペンやセバスチャン・ウェッテルなどの逸材を発掘してきたマルコだがベアマンに対しても同様の高い評価を示しているベアマンの将来はフェラーリや他の F1 チームがどのように彼の才能を育て活用するかにかかっているマルコは彼らは 高価なルイス・ハミルトンを買い、ルクレールは長期契約を結んでいる。そして、今、ベアマンはスーパータレントだ。私がフレッド・バスールだったら、ベアマンが、別のチーム、例えば、ハースで F1 コックピットについていることをすぐに見つけるだろう。と述べている。彼のデビュー戦での成績は、彼が将来有望な F1 ドライバーであることを証明し、フィーダーシリーズである F2 が、 どれだけ F1 に対応できるドライバーを育成しているかを示している。コメント、マルコがオリバー・ベアマンに感銘を受けているという話です。例えば、ハースで F1 コックピットについていることをすぐに見つけるだろう。と述べています。それぐらいに貴重な人材ということでしょう。でも、その比較は適切ではないかもしれませんが、ローソンは即 F1 のシートにはつけませんでした。各チーム、 お家事情がありますからそれくらいに価値を認めたということでしょうね。